二千六年現在の豊川信用金庫本店、豊川信用金庫事件は、九百七十三年十二月、誤った内容の噂により豊川信用金庫に対する取付騒ぎが発生した事件。九百七十三年十二月、愛知県本郡小坂町を中心に、豊川信用金庫が倒産するというデマが流れたことから取付騒ぎが発生し、短期間で、 約14億円もの預貯金が引き出され、倒産危機を起こした事件である。警察が、信用毀存業務妨害の疑いで捜査を行った。結果、女子高生3人の雑談をきっかけとした、自然発生的な流言が原因であり、犯罪性がないことが判明した。デマがパニックを引き起こすまでの詳細な過程が、解明された珍しい事例であるため、心理学や、 社会学の教材として取り上げられることがある。投稿中の国鉄飯田線の列車内で、高校生 B と C が、豊川信用金庫に就職が決まった友人の女子高校生 A に対し、信用金庫は危ないよとからかう。この発言は、信用金庫の経営状況を指摘したものではなく、信用金庫には強盗が入るため危険という意味の冗談だった。しかし A はそれを間に受け、 その夜、A は、親戚 D に、信用金庫は危ないのか、と尋ねた。A は、具体的な信用金庫の名称は言わなかったものの、D は、豊川新金のことだと自分で判断して、同信金本店の近くに住む親戚 E に、豊川新金は危ないのか、と、電話で問い合わせた。E は、美容院経営者の F に、豊川新金は危ないらしいと話した。 F が親戚 G にこの話をした際、居合わせたクリーニング業 H の耳に入り、彼の妻愛に伝わる。小坂一長の主婦らの間で、豊川新勤の噂が話題となり、通りがかりの住民の耳にも入る。この頃、噂は、豊川新勤は危ないと断定調になる。H の店で電話を借りた J が、豊川新勤から120万円下ろせと電話の相手に指示した。 J は噂を全く知らず、ただ仕事の支払いで金を下ろす指示をしただけだった。しかし、これを聞いた愛は、同心金が倒産するので預金を下ろそうとしていると、勘違いし、慌てて、同心金から180万円を下ろした。その後、H と愛は知人にこの話を懸伝これを聞いたアマチュア無線愛好家が、無線を用いて、噂を広範囲に広める。この後、 同心金窓口に殺到した預金者59人により、約5000万円が引き出される。同心金小坂井支店に客を運んだ、タクシー運転手の証言によると、昼頃に乗せた客は、同心金が危ないらしい。14時30分の客は、危ない。16時30分頃の客は、潰れる。夜の客は、明日はもうあそこのシャッターは上がるまいと、時間が経つにつれて、噂は誇張されてゆく。 事態の収集のため、同親近が出した声明が曲解され、パニックに拍車がかかる。払い戻し処理の迅速化のための措置を曲解した、1万円以下は切り捨てられる、利子が払えないのはやはり経営がおかしいせいだ、豊川親近に強制捜査をしているなどのデマが流れる。倒産整理の説明会をしていると聞いたと問い合わせる、ものや、 整理券を渡されて、こんなものをもらって何になるとどなるものが現れるなど、事態は深刻化する。その後、職員の使い込みが原因5億円を職員が持ち逃げした。理事長が自殺という二次デマがさらに発生する。新金側の依頼を受けたマスコミ各社は、14日の夕方から15日朝にかけてデマであることを報道し、騒動の鎮静化を図る。 新聞の見出しは、朝日新聞、五千人、デマに踊る、読売新聞、デマに踊らされ親近、取付騒ぎ、毎日新聞、デマに釣られて走る、などである。事態を受けた日本銀行は、交差局長が記者会見を行い、同信用金庫の経営について、問題ないと発言するとともに、混乱を避けるため日銀名古屋支店を通じて、 現金手当を行ったことを明らかにした。また、預金者へのアピールとして、本店の大金庫前に、日銀から輸送された大量の現金を、窓口からも見えるように山積みした。店頭に、全国信用金庫連合会、全国信用金庫協会連盟のビラが張り出され、常務理事により預金者への説得活動も行われた。これらの対策により、騒動は沈静化に向かう。 その一方で、新聞報道によって、初めて取り付け騒ぎを知り、預金を下すため駆けつけた人もいた。警察がデマの電波ルートを解明し、発表する。同日夜、NHK が警察発表のデマ電波ルートを報道した。新聞各市長官が警察発表を報道する。しかし、その後の22日になっても、豊川新金は、 潰れたのではないか、三人の噂話が、ここまで大きくなるはずはない。裏に組織的な陰謀があり、警察発表は政治的なものだなどと主張する者も,もおり、デマはすぐには消滅しなかった。このように伝言ゲーム式にデマが形成され、事態がパニックに発展した理由として、次のような要因が存在した。昭和48年12月13日の木曜日、 旅行先にいた、城南信用金庫の当時の理事長で、全国信用金庫連合会と、全国信用金庫協会の両会長だった、小原哲五郎会長が、全国信用金庫連合会から、豊川信用金庫で取り付け騒ぎが起きていると、本部から連絡を受けた。小原は一つ対応を誤ると、豊川信用金庫ばかりじゃなく、 周囲の信用金庫にも飛び引しかねないと判断し、事態を解決するためできるだけ情報を集め、会長は思いついたことは何でもやった。こうして、小原会長の的確な指示のもと社員たちの奮闘により、大勢のパニックに陥ってしまった人々の不安を取り除いていった。そして豊川信用金庫の取り付けの危機を見事に乗り切った。ウェブ新聞書籍、雑誌。 ありがとうございます。